はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回ですね、ちょっと重大なお話ということで、急遽動画の方を作成させていただきました。内容としては、タイトルにもあるように、詳細な会社名については伏せさせていただきますが、ある市営バスの営業所様からご連絡をいただきまして、こちらのご連絡の内容についてですね、私、あやとサロンとしての見解というか、どういうふうに考えているのかという点についてですね、一つ明確にお話をしておいた方がいいなと感じるところがありまして、本日二つ目の動画にはなってしまうんですが、少しお話をしていこうと思います。で、具体的な内容に関してなんですけれども、以前もね、少し動画の方でお話をさせていただいたことがあったとは思うんですが、私、あやとサロンの YouTube チャンネルの動画ですね、こちらの内容に関するご質問となります。個人情報を完全に隠した状態にはなりますが、今回いただいたメールの全文についてご紹介をしていこうと思います。はじめまして、いつもためになる動画を楽しみながら拝見しております。私は、某市営バスの運行管理をしている運行管理者の者と申します。早速ですが、あやとサロン様の動画は、当営業所の運転士においても大変ためになる動画と考えております。大変厚かましいお願いかと思いますが、当営業所内に限り、運転士への啓発活動の一環として、あやとサロン様の動画を使用させていただきたいのですが、使用に際して承諾をいただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。お忙しいところ恐縮ですが、返事をいただけましたら幸いでございます。こういったような内容でございました。あやとサロンの YouTube チャンネルの動画を社員の教育ですね、乗務員の教育の中で使用したいといったようなご提案をいただきました。こちらに関しては、以前ですね、別の運送会社様からも同様のご提案をいただいておりまして、基本的にあやとサロンの立場、スタンスとしてはですね、教育活動における私のチャンネルの映像に関しては、全く使用に際して問題はございませんので、ぜひお使いいただいて結構ですといったようなお返事をさせていただきました。今回の市営バス様のように、明確にですね、これこれこういった目的でこういった動画を使用したいので、使用の許諾をいただけませんかといったようなご連絡をいただいた事業者様に関しては、全く問題なく自由にご活用いただいて構いませんので、その点についてですね、ぜひ共有することができればと思い、今回動画の方でご紹介をさせていただきました。この旨について先ほどお返事をしたところ、お返事ありがとうございます。営業所長にもこの旨伝えさせていただき、有効活用させていただきます。といったようなね、ご返答をいただきました。特に法人や個人においての教育活動における映像の使用に関しては全く問題ないんですけれども、今回の営業所様のようにですね、きちんとご一報でご連絡をいただければ、私、あやとサロンとしても、どういった業界でね、私の動画を活用していただいているのかということも明確になりますし、今後の私の動画作りの励みにもなりますから、こういったご連絡をいただくとですね、非常にありがたいと感じますし、大歓迎でございますので、ぜひご活用いただければと思います。以前からこういったご質問や映像の使用に関する許諾ですね。そういったご連絡というのも多数の方々からいただいております。代表的なところとしては、高速道路の維持管理を行っているメンテナンスの会社様、それから公的機関の方々としては、関西及び九州地方の消防局の方々、それから冬季に除雪車の運行を行う県の土木事務所の方々、大型トレーラーを専門的に取り扱う大手運送会社の営業所様からなども、私の YouTube チャンネルの動画について使用の許諾をいただけませんかといったのご提案を多数いただいております。私、あやとサロンとしては特に講演活動ですとか、例えばこの外部の運送会社に出向いて教育活動といったようなことは行っていないんですけれども、そもそもの YouTube チャンネルのコンセプトとしては、無償で無料で見ることが誰でもできる交通安全教育のテキストとして使用していただけるクオリティの動画を作っていこうというのが私の YouTube チャンネルの、そもそもの始めた動機であり、またきっかけでございますから、営業所の内部で YouTube チャンネルの映像を使用して教育を行うといったような、教育活動にご使用いただける方についてはですね、ご一報いただければ、こういったコンテンツを自由に開放しておりますから、ぜひですね、ご活用いただいて、乗務員教育にお役立ていただければと思います。たびたびこういったお問い合わせはあるんですけれども、私、あやとサロンのスタンスと、そもそもこの YouTube チャンネルね、どういった目的で作ったのかと、ある意味では私の原点としての思い、そのものも、ぜひ皆さんにご理解いただければと思い、今回動画の方を作成させていただきました。以前の動画でもお話をしましたが、私、あやとサロンというね、YouTube チャンネルの名前、そのものにも、いわゆる、交通教育のね、サロンとして、コメント欄や SNS などを使用しながら、様々な方々と交通教育に関するディスカッションができれば、といったような思いで立ち上げた、その目的そのものも、あやとサロンというチャンネル名には込められておりますので、今後も全ての交通参加者の方々が、気軽に YouTube チャンネルという媒体で見ることができる、教育的価値が高いコンテンツを量産してまいりますから、この点についてもぜひご理解いただき、今後も応援いただければと考えております。それではね、ちょっと緊急のご連絡にはなったんですけれども、私の思いに関しても、ぜひ多くの方々に共有いただければと思い、お話をさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
おやすみなさーい。I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad.